サワディカ。それでは約3年ぶりに歴史の表舞台に戻ってきた慶喜のことですよ。慶喜は安政の大獄で受けたその罰が解けても対外活動を一切しなかったんですよ。このことがいよいよ世間における慶喜の像を大きくしていくんですよ。もうね、慶喜という人はそういう星のもとに生まれたようなお人なんですよ。それだけにその本人が沈黙していると世間の期待がかえって大きくなるしかないんですよ。わかります？結局はこれまでもこれからも慶喜の人生というのはこの繰り返しなんですよ。だから世間に勝手に期待される、担ぎ上げられる、でも幕末という超難しい国難の時じゃないですか。ましてや慶喜自身がその気がないので世間に誤解され、ひいては裏切られたというふうにまた勝手に勘違いされる人なんですよ。だって安政の大獄がそうじゃないですか。慶喜なんて何もしないですよ。まあ細かいことを言えば、井伊直弼が勝手に条約調印したことで一回慶喜が怒りに行ったことがあるんですよ。その罪を言われての処罰だったんですけれども、まあそんなのは口実ですよ。あの時だって慶喜の周りの人が勝手に動いて持ち上げようとして政敵だった井伊直弼に敗れただけじゃないですか。本人は何にも望んでないんですよ。むしろ将軍になんてなりたくないんですよ。で、慶喜という人は聡明なだけに幕府に未来がないことを薄々感じていってるんですよ。まあそれはこの物語が進むにつれて視聴者の皆さんも分かってくるとは思うんですけれども、それでは物語を進めていくといたしましょう。はい、ということで安政の大獄の罪を解かれて晴れて自由の身となった慶喜に初めの期待が具現化されるのは京都朝廷によってなんですよ。一橋を世に出すためには朝廷から幕府へ外圧をかける以外に手はないのではないかということで、1862年6月1日、朝廷から幕府に勅使が向かうんですよ。これを護衛しているのが薩摩の島津久光ですよ。ここら辺の下りは龍馬が行くだとか西郷隆盛のお話で出てきたあのことですよ。この時の朝廷から幕府に対する要求というのは、幕府を改革して攘夷を決行せよ、一橋慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を大老職にせよ、これに関しても慶喜としては幕府滅亡の元であるとその側近に語るくらいの心境なんですよ。これでは外様藩が徴収を傘に来、かつ武力を背景にして徴収を要求してくれば今後も幕府は効かねばならぬ、抗議にはもはや正道というものはない、ともかくもこういった流れで慶喜は将軍後見職に、春嶽は政治総裁職、これは江戸幕府においても新設の職なんですけれども、要は首相ってことですよ。これには日本中のいわゆる志士と呼ばれる人はみんな等しく狂気することになるんですよ。例えば薩摩の大久保一蔵、この人なんかはこの喜び夢ではないかと、これほどに冷徹な男がほとんど度を失ったほどに喜んで声を上ずらせ人に語ったというじゃないですか。はい、1862年9月1日、この日幕府はその外交方針を決定しなければなりませんでした。朝廷の許しも得ずに勝手に調印した安政の仮条約というものがあるじゃないですか。これをそのまま周到するか、それとも京都朝廷の至上命令とも言うべき攘夷を断行するか、だから具体的には調印したこの条約を勝手に一方的に破棄して戦争するかですよ。だから要は開国か攘夷か、幕府としては開国を取れば国際社会に忠実であっても今日の朝廷には不忠となり、それだけじゃないのは国内の攘夷世論の総攻撃を受けなければならないんですよ。かといって攘夷を取れば列強の条約、つまり約束を破ることになりますから、列強の軍事攻撃を受けることは目に見えてるんですよ。ついには日本は列強に分割され植民地化されざるを得ない。そこで松平春嶽は政治総裁職として、その当時の現場の状況としてより現実的な方を取ったんでしょう。攘夷の方針でまとめていくんですよ。で、最後に慶喜のもとに取り次ぎの者が、これは将軍秘書とも言うべき大久保っていう人が将軍後見職としての意見を聞きに行くんですよ。春嶽も愚物なるかなということだったんですよ。大久保はハッとするんですね。意外なんですよ。だって慶喜といえば何度も言っている通り尊王攘夷の総本山とも言うべき水戸の出身であり、あの斉昭の最愛の子であり、天下の攘夷志士の行房の的であり、しかも春嶽の同志である以上、その春嶽の攘夷案に不賛成であろうはずがないということなんですけれども、今目の前にいる慶喜は攘夷などできるか、
大久保はまた耳を疑うんですよ。世界万国が天地の行動に基づいて互いに良しみを通ずる今日、我が国家のみ鎖国の宮廷を守っていることは不可能である。なるほど、家紋の関、これは井伊直助のことですね。は本来上位下でありながらアメリカの苔脅しに腰が砕け、直挙も待たずして独断調印したのが今の条約である。不正といえば不正である。しかしこの不正はあくまでも国内の事情であり、相手の国々は感知せぬ。それを今になって破却すべしということは不審議であり、世界に日本の恥を晒すのみである。破却には必戦の覚悟がいるだろう。たとえ勝ったとしても所詮は名目なき戦いにて、後世人の笑い者になろう。まして負ければ恥の上塗りになる。それをしも春学はなお押すか。これには取り次ぎの大久保もさすがに驚き、春学様の本意はそこにはないとフォローするんですよ。春学様は本来開国論者である。しかし京都朝廷とそれを押し上げている西国雄藩、国内世論などを考え、ひとまず攘夷論を立て人心をなだめ、国論統一を図った上で、その後ゆるゆると木を見て柵を立てというふうに大久保が説明すると、小細工であると吉信に即座に言われてしまうんですよ。京都朝廷をこそ命がけで切破し、その門を開き、秦国の二の舞を攻めようにせねばならぬということで、確かに道理ですよね。で、この後春学は実際に吉信の元まで行って話し合うんですけれども、ついに今日のご説に従いますと言って吉信の開国論で行くことにするんですよ。ということで幕府としては結局この吉信の方針で行くことに決定するのであります。ただし江戸幕府の首相とも言うべき政治総裁職である春学の困難さは、近く京都から攘夷御催促といって、要は攘夷をいつやるんだということを催促するための勅使がやってくることなんですよ。しかもその勅使というのが三条実美と姉が高知金友、もうこの二人は当時の苦行の中でも攘夷の急先鋒と言われた二人なんですよ。最も過激な二人なんですよ。この攘夷の勅命を受けたまわらなければ幕府も春学も尊王ではなくなるんですよ。これって当時の状況から言えば日本人でなくなるということに等しいんですよ。結局春学は攘夷論に参転し、攘夷の勅命を慎んで受けることにするんですよ。春学も弱いことだと吉信は思うんですけれども、それ以上のことは何も言わずに、むしろ江戸城で会議の時に春学にこんなこと言ってくるんですよ。ああちょっと例のことですと申されますと、先に申しました私の開国論のことです。春学殿には助裁もありますまいが、一切他へおもらしなきように。春学が吉信に対し薄気味の悪さと凄みを感じたのはこの時からなんですよ。つまり今天下の人々はこの水戸家出身の一橋義信をもって攘夷の希望としているじゃないですか。その希望が幕府にあるために幕府の人気も回復したかのようでもあるんですよ。なのにその希望である義信が攘夷かどころか何よりも先鋭な開国論を唱えているということを世間が知れば大混乱が起こるであろうと。それだけではないのが、今京都では長州がいろいろ暗躍しているんですよ。そんな長州に将軍後見職でもある義信の開国論が知れ渡れば、天使と苦行を要し好機とばかり倒幕の勅を出させてしまうかもしれない、そういうことなんですよ。このようにしてこの義信という人は聡明なんですよ。先が見えすぎるんですよ。で、結局幕府内の中ではなんやかんやありましたけれども、幕府としては攘夷で行くことになるじゃないですか。そうしたら天下の世論としてはどうですか。陰潤な幕府が井伊直弼の時代とはこと変わり、ああも明快に攘夷の態度を明らかにしたのは、将軍後見職に烈公ご寵愛の一橋卿がおわすからであろう。こんな感じでまたまた世間の義信に対する期待は膨らみに膨らみ上がっていくんですよ。彼ら志士が水戸家と烈公成明、それから義信に抱いている感情というのはほとんど信仰に近い。はい、1863年1月5日、この日吉信は京都に入ります。これは要は京都の情勢逼迫によるものです。もっと言うと、今京都の政界は薩長によって、まあ特に長州なんですけれども、これらに牛耳られていると。この形成下にあっては町奉行程度の悲観ではとてもじゃないけど幕権を代表することはできないから、もうヘルプに来てくださいということなんですよ。それだけじゃないのが、もう長州の暗躍により偽の勅命を乱発するんですよ。
で、もういっそのこと江戸から将軍を引っ張ってきて攘夷決行の宣言をさせようと、そういうところまでもう時勢は沸騰し始めてるんですよ。ともかくもう慶喜が京都に入ります。で、もう一度言いますけれども、この時京都を牛耳っているのは薩長、特に長州ですよね。で、この時の長州といえば久坂玄瑞ですよ。久坂が言うわけですよ。一橋義信とは何者なりや、我が目我が耳で試してやるということで、この久坂玄瑞義信の元までやってくるんですけれども、義信はそれを相手にしないんですよ。そりゃそうですよね。義信って本来開国門ですから、尊王は尊王ですよ。それは水戸家出身だけに本物ですよ。ただし、この当時、日本のもはや、イデオロギーとも言える、攘夷論を唱えるには、義信は頭が聡明すぎたんですよ。攘夷というものが不可能であることを、誰よりも明確に、もう見えすぎてるんですよ。ということで、そうやって義信は、京都の過激志士たちの相手をせずに、うまくこうかわしていると、世間の反応も少しずつ変わっていくんですよね。なんだ義信、お前も結局はそんなもんかというふうに、どんどん煽ってくるんですよ。実際にこの時の京都にいる攘夷志士というのはもう過激であって、大名でもそれが奸物であれば容赦なく斬奸の刃を加えてやるというふうに触れ回っているんですよ。例えば老族伊予守、これは四賢侯のうちの一人とされる宇和島の伊達宗成のことですよ。に言う、諸説甚だ奇怪なり、改春せずんば勅命違背の罪により旅館を襲撃し攘夷の地祭りに強戦。この張り紙が当時伊達宗成が宿として使っているお寺の門に貼り付けてあるんですよ。これが1863年1月10日のこと。引き続き2月1日には義信が旅館としている東本願寺の一角に生首が置かれていたんですよ。その趣旨書には一橋殿に献図と踊るような書体で書かれているんですよ。これを義信が調べさせると、その首っていうのはかつて安政の大獄で井伊直弼に力を貸した苦行のものだったんですね。これって要は攘夷の朝命を守らなければあなたもまた核のごときであるといった脅迫が込められているじゃないですか。朝命朝命すべて朝命だという、一体帝は老子どものこの棒状をご存知なのかと義信は思うわけですよ。思うだけでなく実際に聞きに行くんですよ。まあとは言っても直々に天皇に聞くわけにはいかないので、苦行の代表者でもある近衛関白に聞きに行くんですよ。するとご存知ではないといった回答が返ってくるんですよ。まあ当然じゃないですか。近衛は京都に集まっている老子どもを取り締まり秩序の回復を図ることが第一であるということで、義信は京都守護職である松平容保を呼んできて、その弾圧を示唆し、切り捨て御免の武装巡殺隊を出して毎日市中を回らせよと進めることになるんですよ。で、この後実際に第14代将軍徳川家茂が京都にやってきてはいろいろあるんですけれども、結論から言ってしまうと、この時義信は時勢の流れに上がらうことはできなかったんですよ。まあこれを端的に申せば、天皇が自ら叱るべき神社を回るんですよ。で、将軍はその行幸のお供をするわけですね。で、予定では岩清水八幡宮という神社で、義信は天皇から説答を受けることになっていたんですけれども、結果的に義信は仮病を使って行かなかったんですよ。というのも、これはもう古代中国の慣習から来てるんですけれども、その説答を受けるということはもう攘夷を決行するということなんですよ。当然そんな仮病なんて許されるものではないですから、もういろんな人が義信の元にやってきて、直上である参上せよということで催促がもうすごいんですけれども、ついにはこの義信夜逃げするんですよ。こうなるともう天下の志士たちは面食らうばかりか激昂するんですよ。岩清水八幡宮行幸につき将軍の仮病、一橋中納言の出奔、いずれも不埒である、非ならず両人に天誅を加うべし。で、この数日後、朝廷から催促が来るんですよ。何月何日に攘夷を決行するのか、日限を切れということですよ。さよう5月10日と義信は答えるんですよ。すでにこの時4月の19日ですよ。それでおよろしいのでございますかということを周りの人が聞くんですよ。だって開戦まであと20日ぐらいしかないじゃないですか。義信は嘲笑います。攘夷など絵空事である、どうせできんのなら準備も何もいたしようもない日に決行の日を決めるしかない、朝廷では本気に受け取りますぞ、取ればいいだろう、もう投げやりなんですよ。そればかりか義信は攘夷を指揮するためであるということで、さっさと江戸に帰っちゃうんですよ。で、4月の22日に義信は京を立って、26日には尾張の熱田というところに泊まるんですよ。
この夜、慶喜は2通の手紙を書くんですよ。1通は江戸の老中宛てのもので、攘夷の準備をせよということを指示しているんですよ。で、もう1通は京都朝廷の関白宛てですよ。将軍名代は自分の任ではない、職を辞めるといった旨を簡潔に書き上げた、要は辞表ですよ。で、慶喜が江戸に帰ってきたのが5月の8日、江戸城に途上したのが翌日の5月の9日。で、みんなを集めて号令するんですね。すでに勅諚書くのごときである、よろしく攘夷決行の儀を取り計らうべし。そういうだけで細かいことは言わないんですよ。で、しかもその攘夷決行の日っていうのはこの翌日の5月10日ですよ。で、慶喜はさっさと水戸家の屋敷に帰ってしまうんですよ。さて、慶喜から辞表を叩きつけられた朝廷ではもう大騒ぎですよ。誰もが皆慶喜あっての攘夷なんですよ。地位、政望から言って慶喜以外に日本総軍を率いて外国に当たり得る司令官は当然ながらいないんですよ。もう京都から慶喜を引き止めるための急使がもう続々やってくるんですよ。幕府からも引き止めにやってきます。慶喜としては満足ですよね。彼らは慶喜の袖にすがらんばかりにして留任を窮措してきた。とあれば、今後幕府を慶喜のやりやすいように改変できるかもしれない。そうなんですよ。慶喜という人はこういった芝居をできる人なんですよ。ともかくも慶喜としては芝居の目的は達成できました。これ以上お断りすれば、かえって恐れ多し。ということで、再度京都に行くことをそれぞれに返事をしていくんですよ。で、さらに慶喜は芸の細かさを見せます。私は攘夷のために死ぬだろうと言ってにわかに養子を立てるんですよ。それだけではなく、自分の周りにいる人だから家族だとか、それだけじゃないのが、一橋家の家臣の妻子に至るまで江戸から離れさすんですよ。今に江戸が戦場になるということですよ。で、この時の慶喜の処置が天下の攘夷家たちをまたまた感動させることになるんですよ。頼もしきは一橋卿であると人々は自分たちの期待が的外れではなかったことに安堵し興奮するんですよ。もし今後一橋卿が攘夷を断行することがなければ、それは紛れもなく暴臣どもの奸策によるものであろう。抜けた同士の